はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ワイド様、ほんの気持ち様、エモエモン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日、1時半からか、NHK ネット聴取、反対デモ、無事終了いたしました。たくさんの方に、暑いのに、たくさんの方に、これはだいぶ減るかなと思ったら、そうでもなくて、参加者の皆様、宣伝拡散して、いただいた皆様、ありがとうございました。まあ、遠くていけねえとか、仕事でいけねえなんて方、宣伝してくれたみたいで、ありがたく。遠くはですね、大阪、名古屋、栃木、長野から、来てくださった方もいらっしゃって感謝いたします。心配していた暑さもさほどでなくラッキーでした。沿道の反応もよく、なぜかわからないんですけど白人が手を振ってくれるのが多い。これ訳が分かって手振ってくれてんだか訳も分からず手振ってんだかわかんないですけど、次のデモは秋でしょうか。真夏にやったらちょっと暑さで倒れちゃいますもんね。私が真っ先にという感じでですね、誠にありがとうございました。次は24日にメール党員様限定懇親会、申し込まれた方お忘れなく、申し込んだことをお忘れになってですね、これやったなんてことは勘弁してください。7月1日質疑応答がメインの政策報告会開催、来てね。場所と時間は動画説明欄もっと見るをクリックしてご確認ください。LGBT 法により女子トイレや女子浴場など女性スペースが脅かされかねないとして自民党有志議員が女性スペース確保法成立に向け女性スペース確保法成立に向け議連立ち上げだそうございます。西村経産大臣、世耕参院幹事長、橋本聖子参議ら約50名が参加と。一般反応、また無駄なことを。男性スペース確保はどうでもいいのどうでもいいかな私もどうでもいいかなって思いますね。男性スペース、男性だけスペース、だって男のトイレに女性がいたとしてもあまり問題なんねもんね。あ、女性トイレ混んでて間に合わにがったのかな。田舎の方ではおばあさんがよくやりますね。それ傍若無人だから。分かりやすく温泉や銭湯が存続の危機だもんな。これ突き上げ食らったんすかね。温泉業界や銭湯業界から突き上げどうすんなーなんて、何々先生、付き合いに食らって慌てて始めたんでしょうか。現状、体は男で、心は女ですっていうやつの扱いに困ってんだろ。迷惑だから、トランス専用スペース作って隔離してよ。男、女、T とかですか？体の性別で管理すればいいだけ。まあ、T ってスペース作んなくても、誰でもトイレでいいんではないか、なんて思いますけれども、まあ、あるとこだったらね、誰でもトイレがあるとこは、まあ、限られておりますけれども、駅だの、大型。普通は、男子トイレ、女子トイレ、あとは、小さい喫茶店なんかだと、トイレ一つで男女共用ですよね。体の性別で管理すればいいだけ。それがね、じゃあパンツ下ろしてみる確認すっからって言えないんだよ。駅員さんとかデパートの店員さんは言えないから困ってるっちゅうわけ。まあ普通に女子風呂に男の体したやつが入ってたら普通に今は逮捕されますけれども、新たな法律で保管しなくちゃいけないような欠陥法律、だろっていう話。 LGBT 法だって違う法律別に必要だっちゅうんだから欠陥じゃん、LGBT 法。それをですね、ご利用しした岸田総理は、確実に歴史にですね、バカ総理、って名を残すんでしょうね。つうか、私らが一生懸命、あいつはバカだった、って言いまくって残るようにする。女性スペース確保したところで、心は女、おっさんは、意に介さず使うんだろうな。これいかに。すべては岸田のですね、サミットでカッコつけたいとか、公明党の尻舐めたい、ご機嫌取りたいから、こんな混乱が生じているかと思うと、立腹いたします。次の選挙で自民党議席減らして、岸田が引責辞任、すっといいな、思っておりますけれども、次が、河野や茂木だともっと嫌だから、
だが、岸田が引責辞任するほどですね、自民が減れば、保守層を怒らすと、こうなるって見せしめになるでしょ。古谷圭司議員だっけかな。一部のネトウヨが騒いでいるだけなんて、ほざきやがって、界隈を激怒させた、あの自民党のバカ議員はね、こいつね、あの安倍総理ご存命の時は、安倍総理にくつらって回って、まるで忠義立てしてれて、たくせに、安倍総理亡くなった途端に本性をむぎ出しやがって、こういうやつ一番嫌い、私。そういえば安倍総理の命日も近いですね。確か7月8日だったっけかな。自民党有志が働きかけて、なんか献花台とかできるみたいなんですけれどもね。TBS 車両襲撃される。17日、08時頃、朝ね、横浜市青葉区でブロック片を投げつけ、複数の窓ガラスをガチャガチャに割った無職、24歳男逮捕。テレビは戦争を煽っている。芸能人がチヤホヤされ気に入らないなどと供述しているようであります。ああ、これはあれな人かな。一般犯、また平和主義者さんが暴れてしまったか。戦争を煽ってるってパよ。24歳でテレビ見てるのか。チヤホヤされないのはもはや芸能人ではない。テレビ局の連中は変なこと言ったら襲われるって危機感を持った方がいいぞ。テレビ見てるとバカになるを証明したの。再発防止策としてテレビ禁止にしよう。それがいいな。テレビ禁止。TBS と聞いて同情が吹き飛んだ。試験なんですけど、七司法道例によって、24歳無職男、名前が出てない。その理由として考えられるのは、1、精神疾患で不起訴が見込まれる場合、2、特定外国人、横の国の人、中国は出る。名前。他の国も出る。ベトナム、グエン。で、出る。ところが、横の国の連中に限って名前が出ない。で、精神疾患かつ特定外国人ってことも考えられますね。24歳でテレビ見てるってやばいよね。ほとんど見てねえっていう若年層多いのに、テレビ見てるとバカになるの生きた証拠ですね。芸能人をチヤホヤしてるって、チヤホヤされない芸能人ってパッと思い浮かんだのがエガちゃん。エガちゃんぐらいじゃねえの、チヤホヤされない。抱かれたくない芸人ナンバーワン9年連続とか出てましたんで、戦争を煽ってるって、私テレビないからわかんないですけど、 TBS がですね、進め一億火の玉だとか、勝てる戦をなぜやらんなんて言ってるって思えないですけどね。むしろテレビはですね、パヨと一緒になって日本は無抵抗で降伏しろ、戦死するよりひどい目に遭いそうなことを言ってるでしょ。で、降伏して奴隷になれば生きてはいられるっていうのが間違いなんですけどね。適合すれば瞬時に殺されて臓器取られるウイグルチベットで実証済みやんけ。無抵抗で降伏した人間がどんな目に遭うか。パヨどもが唱えるですね、抵抗せずに奴隷で生き延びよう思想って、虚偽の繁栄、家畜の安寧、by 進撃の巨人のオープニングテーマ、グレンツだっけ、タイトル。ですよね。そんなテレビの放送内容ですら、戦争を煽ると感じるのはよっぽど脳みそをバグってんだろうな。パヨってんだろうな。戦争を煽るな。ブロック投げつけ。まるで平和を訴えながら、取材者のことをですね、クルサリンルって脅しまくる沖縄の基地反対派のようですね。クルサリンルっていうのは沖縄の方言で、殺すぞみたいな意味だそうであります。平和を訴えながらすげえ暴力的って、また平和主義者が暴れたのか。平和や人権いうやつほど暴力的で差別的なのは広く世間に知れ渡った人権ですが、私は平和だの平等だの人権だの博愛だの、そんなことを言うやつまずは信用しないことにしております。何にしても TBS がひどい目あってよかったっす。嬉しい私は。あいつらもですね、自分が嫌われてるとは少しも思ってねえからちょっと自覚しろ。これでですね、言いたい放題やりたい放題できないな。少し牽制になれば頂上であります。次もメディアの話なんですけど、長野県4人殺人立てこもり事件、青木正則容疑者だっけな、が、こもり中の
住居敷地内に朝日新聞カメラマン50代男が侵入し書類送検されました。現在も任意で取り調べ中だとございます。一般判断、名前出せや、軽く済ましたら他でもやるようになるから厳罰を。普通に捜査妨害だよな。撃ち殺されればよかったね。報道の自由って何をやってもいいってことじゃないからな。勝手に侵入するのは撮り鉄みたい。これで撃ち殺されてたらどうなってたんだろうか。お抱えコメンテーター、公益のためギリセーフ、仲間がせっせと擁護するんだろうな。ここまで思い切れるのにジャニーズ事務所には近づこうとすらしない。ショットガン持った30代男よりもジャニーズ事務所の方が怖いですね。撃ち殺さればよかったなんて意見多数でありました。皆さん辛辣ですね。日頃の行いって大事だな。もしもこいつが撃ち殺されていたら朝日新聞大喜びで踊りまくっちゃうんじゃないでしょうか。踊り狂っちゃうんじゃないでしょうか。公益のため命を張ったジャーナリストの鏡、尊い命が犠牲になりました。ジャーナリズムのためにかなんか言って、言っちゃって旭川医大に侵入して教授会議を盗聴しようとして捕まったですね、北海道新聞記者思い出しますね。あの時もパヨ語で必死に弁明弁解してました。記者は悪くないって。さっぱり意味が分からず怒涛のツッコミ入れられてましたけども、そうやってますます嫌われてけ、いう話であります。そのうち愛想つかしてね。というわけでメール懇親会申し込んだ方、予定お忘れなくね。あと7月1日の制作報告会もよろしくお願いします。デトックスジャパン。